ヒサジンさんへ YouTube のチャンネル登録したいのですが、何かのログインの仕方がわからないためチャンネル登録ログイン出してできるようにしてください。いや確かにマリメのいろんなコースクリアしてから何でもできる人だと思ってるかもしれないけど、なんだろうな、俺のことハッカーだと思ってる。大人はゴールできるから、絶対大人はゴールできないコースです。どういうことだろう。33歳大人代表行ってみます。子供はクリアできるけど、大人は絶対にクリアできないコースで、33歳ゲーム実況者草地やっていきたいと思いますよね。相当すごいコースだと思うよ。この辺もなんか適当に作られてる感じがするけど、多分ね、めちゃくちゃ伏線がられてんだろうね。なんだって大人は絶対にだよ、みんな絶対にクリアできないんだよ。ということだよね。多分ね、無垢じゃないとクリアできない的な感じだと思うんだよね。なんか普通に難しいコースだとすると、大人はクリアできんじゃんということは、なんかかなり純粋な気持ちでゲームをプレイしないとクリアできない。草地みたいなね、一番汚れた大人は絶対にクリアできないと思うんだ。オッケーオッケーオッケー、まだわかんないと。この辺もなんか全てなんか適当に作った感じあるけど、かなりものすごい伏線になってんだろうな。だからね、最後楽しみにすれば、どういう感じになってんだろう。今までなんか適当に張り巡らされた、なんかアイテムやらなんか敵とかも、全てが繋がってくる感じの、コースだと思うんだよ。なるほどね。わ、下にスネークある感じとかめちゃくちゃ怪しいな。だって、普通だったら上で普通にスネーク終わっちゃったりするじゃん。それを下にまで残すってことは、あれも最後に多分繋がってる。おい、進撃の巨人かよ。な、普通のコースかーい。草人チャンネル。イカ階段ってことで、またチャレンジ数やばくねえか。クリアス 0.12 いけっか、これ行ってみるか。イカ階段ってことで、なんでこちらのコースチャレンジ数がね、829分の1。クリアス 0.12% めちゃくちゃ難しくねえか。こいつは倒すだけでしょ。20秒以内にこのイカの階段を倒すだけなのに、なんでそんなに難しくなるわけ。ということでやっていきたいと思いますよ。とりあえず上行って、ヒップドロップで一気に倒せ。あ、いや、これいけんだろう。そんなにむず、なんでお前こんなとこにいんだ、ポケ。はい、ということでやっていきたいと思います。とりあえず時間との勝負だから、オッケー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 。あ、これでだいぶいけるぞ、だいぶいける。で、倒すじゃん。うわ、上まで行くのがきついな。こいつ出しとくか。こいつ出しといて、こいつ下まで来させてからの、ほい、踏んで、壁キックして下まで来たところで、壁キック、ほっこい、はい、オッケー。いやけど、なんか出てきたええー、嘘でしょ。いや、でも正直、コーラいらんよな。コーラだったところでさ、高い位置のイカ倒せねえじゃん。オッケー、いや、なんか逆からも来たよ。でも、こいつ取れないから意味ないやっけ。いや、でもね、これ正直、運なんだよね。これさ、イカが右行くやつと左行くやつってランダムだからさ、ちょうどなんか中心真ん中に集まって、こういう感じで集まってくればヒップドロップで一気に倒せるけどさ、バラバラになった時にさ、いや、かなりきついじゃん、20秒で倒すの。いや、壁キック入れればなんとかいけなくはないと思ったけど、無理だね。いやね、もう正直最初の運よ。いや、かなりきた、やばいやばいやばい、これはね、これ逃したらもう俺無理だわ。これも、もし無理だったらもうこの子さ諦めるくらい。いや、来た、やばいやばいやばい、これ、はーい、ゆっくりと殺させて、ありがとうぜ。いや、これは早すぎ、運が良すぎた。草人チャンネル。花ちゃんレースということで、花ちゃんより先ゴールしよう。めっちゃ面白そうやんけ。花ちゃんとレースする構成でやってきたと思いますけど、お前その足の遅すぎは無理だって、くあ、ちょっと待って、お前レールあんの、ずるちょっと待って、ずるいってあいつ、なんで、オッケーオッケー、あ、なんであの花ちゃん、お前ありえねえよ、なんであいつだけレールあんの。オッケー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 、うわー、ちょっとボヨンボヨンしてるか。オッケーオッケー、こういう感じでワンツースリーでいきます。これは普通になんかミンバトっぽい感じのコースだね。オッケー、はい、はいと、オッケー、うわー、ちょっと待って、遅えけど、ちょっと、あいつ、ちょっと、うわー、ちょっと待って、あいつばっかレールあるの、俺だってそのレール欲しいわ。オッケー、で、うわ、だいぶいってんぞ、あいつ、ちょっと、俺にばっかなんか入れたの、一方通行とか入れんのやめてくれ、あいついねえし、だいぶ先だろ、あいつ、消えたじゃねえかや。みんな、ちょっとね、このコースの概要をするために何回かプレイしたわ、ということでね、だいたいこのコースの概要がわかりますので、やっていきたいと思ってください。さすがスピード、オッケー、もう負けはしない、もう完璧に勝てる。そんなに早くないと思う。で、ここはボヤンボヤンしてすぐに壁キック。はい、ありがとうございます。おいつまだいるよね。まだ、やっぱこれヒップドロップするの忘れてた。遅いなぁ、お前まだそこでいた、お前ほんとずるい。オッケー。ここがきついのよ。オッケーオッケー、いや。で、あとはここでボヨンボヨンしなきゃそんな難しくないぞ。はい、来ました。完璧でございます。よし来た、よし来た。で、あー、そうだ、そう、あー、こういう感じ、もう、あー、やばい、まずい、あいつの方だけすぐにダッシュしてくるような、まずい、頼む、悔しい、はい、ありがとう、センキュー、じゃあのー。草人チャンネル。君が、爆発するまでの、逃避行。ボム兵が爆発するまでに土管に入れてきた感じのコースってことやな、やってきたぞ、待って、ミスター、心臓感持たないって、心臓感、ば、いやいや、心臓持たない、おーきついな、怖いな、これ。あ、やべえ、あ、はあ、よかった。
かったよかった、ここだに。痛いなんできる。痛いな、痛いな、はい、オッケー、いやいや、どこに入るともうチャーラになりますからね。またゼロからのスタートになりますから。痛くない、ホイント、ホイントでここで、おう、つぶらい、てててててて、オッケー、いけ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 るぞ。はい、これ一発くらいいけるかもしれない。はい、はい、心臓がまた、心臓が、あ、待ってと、ほう、こういうことやとか、オッケー、オッケー、オッケー、中間ありがとうございます。ということで、これは何をすればいいんだ、何をすればいいんだ、先教えてくれ、先教えてくれ、先教えてくれ、あ、やばい、ミスター、ミスター、順番見せちゃったボケー。これさ、しょっぱなからこの隠しブロック出した後にボーマちゃんって、めちゃくちゃよ、ごめんねー。はい、ズルしてごめんねーってか、煽りタイム、チンチロチンチロ。みんな、そういえば俺寝不足でめっちゃ頭痛してたの忘れた。今、叫んでめちゃくちゃ頭が痛いんで、ゆっくり実況させていただきたいと思います。こういう感じで、どっかにありまして。これで一回一旦避難できるってことやな。一旦、あ、どうも、クサージンです。せっかくなら、どうも、クサージンです。入れたら一気にパワーが。パワーおっと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 。あ、どうも、クサージンです。くっそ楽しいじゃないか。どうも、クサージンです。くっそ楽しいじゃないか。はい、オッケー、ありがとうございます。これで終わりかな。多分これで、まだあるかい。怖いな、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 ててててて、たぶん、ボムちゃんどっか置いてきたんですけど、大丈夫。ボムちゃんどっか行ったんだけど、これで、あ、セーフなのか、セーフなのかな。ボムちゃんなきゃいけなかったんじゃないの、大丈夫ですか。今、ボチ持ってないんですけど、ゴールできるんですよね。ボムちゃん必要なんかーい。はい、というわけで戻ってまいりました。このままずっとバスが走りまして、このまま走り抜きまして、こっちまで来た、出る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 、オッケーイ。何か、こういうことか、こういうことか、まあ、無理だって、それは。チューチュークサージン、あ、チューチュークサージン、うまー。多分そんな難しくなるのかもしれん。俺がただ単に難しいのか、あれ見た目に悪いね、あれ。だいぶ焦っちまうじゃん。ワンダップありがとう。まめ、どうぞめんどくせえからいいわ、お前ら。一個だけでいい。はい、ということでありがとう、センキュー。サージンチャンネル。ちくわブロックの上で耐える功績でいただきたいと思います。ちくわブロックの上で耐える功績でやっていきたいと思いますけど、どういうことなんだろう。なるほどね、このちくわ乗りながら進んでいきましょう。落ちて。わかるか、おっぷんねえな。これ初見でも初見若コースだね。初見でわかるわけないやろ、コースやん。おみんな完全に初見若コースだろ、みんな。オッケーオッケー、ここだよな。はい、初見若じゃないからクリアできます。ありがとうございます。ということで、なんだ、次はなんだ、こっちか。はい、はい、オッケーオッケー、ここだよな。初見若ー。おい、初見でわかるわけねえだろ、コース多すぎんだろうが。はい、ありがとう。もう怖いね。お願いします。初見若だけはやめてくれ。オッケー、ここのまま。出てきた。よし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 、初めて初期若に勝利しました。ありがとうございます。まだあんのか、長えな。おい、待てね、ここから行くぞ、行くぞ。初期若か、なんもないんかいと思ったけど、ちょっとずつ減っていく感じか。オッケー、来い、任せなさいよ。ありがとう。なんか、ちょっとここだけ出てる。少しここだけ出っ張ってるな。ここだ、絶対ここ。出っ張ってるとこだと思ったら違うんかーい。絶対出っ張ってるところがもう伏線みたいな感じだと思うじゃんと思ったけど、こう、スタートだからここだけ出っ張ってるだけじゃねえかな。深読みしすぎだって、深読みと思わせたってめちゃくちゃ浅読みやん、お前。あ、完全に来た。ここじゃん。いや、来たんじゃねえ。あ、来た、マジで来た。ニコの腰は来たでしょ。あー、ちょっと怖いな、怖い。怖すぎる。おい、こっちじゃないかい。みんな、初期若どころか3回くらい見なきゃ分かんなかった。サミ若じゃん。完全にサミ若。おい、サミ若コースかい、このコース。はい、サミ若、ありがとうございます。これでクリアできるのかな。サミ若、はい、サミ若、オッケー、これで終わりだな。頼むお願いします。サミ若で終わらせてくれ、お願いします。お願いします。まだあんのかよ。今度、ゴミ若か ?5 回くらい見なきゃ分かんないゴミ若コースなんかな。うわぁ、ゴミ若っぽさそう。うわ、これはゴミ若。完全にゴミ若。来たよな。これ、もう俺もうここにかけるわ。頼むお願いします。真ん中で、正解では鍵取んなきゃいけないんかよ。ふざけんなよ。いや、でもこれは案外ゴミ若じゃなくて、ニミ若ぐらいでいけるのにな。はい、ニミ若。ありがとうございます。鍵取ったらすぐこっち行けってことやな。ね、こういう感じでしょ。べ、はっきり危ない。ここでいいのか、ここで、なんか、矢印的にはここで言ってたんだ。にみわかだ、にみわか、ありがとうございます。完全ににみわかでございます。これでもう、終わりでやってくれな。これヒップトラップで、はよかったー。あれがここいるね。今んとこいるかな。あ、これでゴールかな。はい、最後は、にみわかだだだ、びっくりした。にみわかで終わらそうだに、ゆっくり行こうぜ、ゆっくり行こうぜ。はい。はい、集中クサージ、集中クサージ、オッケー。オッケー。これで終わりだ。はい、にみわかクサージンチャンネル。ゴールがない100秒スピランってことなんだけど、最近ハマってるゴールがない系スピランね、今回もね、クリアズ 0.41 めっちゃ難しいけど行ってみよう。ゴールが存在したい100秒スピランってことやっていきたいと思いますということで、今回ね、クリアズが 0.40%、41% がめちゃくちゃ難しいからやっていきたいと思いますということで、しかも100秒結構長いよね。ベストタイムが70何秒だったからね、かなりかかるコースだと思うんだけど、でね、概要欄に一応ね、ヒントは P スイッチって書いてあったのね。だからね、どっかで P スイッチを押してクリアする感じのコースだと思うんだけど、ラストは P スイッチ。
オッケー、オッケー、ギリギリ気づいた、オッケー、三段ジャンプでよ、ギリギリ気づいてよかった。オッケー、オッケー、ここだよ、これ。パソコン落とすだけ死ななかったのは何かヒントがあんのかなということで、オッケー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 。一応これで表面が終わりか、表面が終わりまして、これで裏面にあります。ということで、こっち側にゴールはないぞ。それで、赤コインは、ここは赤コイン集める必要あったんか、まあ、いいや。とりあえず鍵止めないに入って、まだ裏面だぞ、みんな。まだ裏面だから、裏面ってことはここにゴールはねえからな。オッケー。あとね、またあの土管っていう土管っていう土管もあとで見といた方がいいような、土管の裏に何かがある的な感じで、まあこのとりあえずここの裏面にはもうゴールは存在、ゴールって絶対にね表面にあるから、とりあえず裏面のここにはゴールは存在しねえから、オッケーオッケー、死に要素はあんまりねえなってことはやっぱり謎解きはかなり難しい、ここで出てくるのがピースイッチ、謎解きはかなり難しいってことだよな、はい。オッケーで、ビースイッチ、ビートルマン、まだ裏面だぞ、まだ、えここで死ぬの？ってことは、この面めちゃくちゃ簡単だぞ、みんな分かったか？え、だってさ、もうさ、表面ここまでなんだよ。ってことは、もうここ、あの、ピースイッチのこの裏にゴール隠れて確実じゃん。表面がここしかねえんだから、表面の一番最後にゴールがあるから、ここだよ、ここ。ここにゴールがある。で、ピースイッチ押して、そうだよね、ここ最初音符ブロックあるから取れねえじゃんと思ったけどさ、ピースイッチ押しちまえばさ、この右側のこのブロック取れるようになるから、あの最後にあったピースイッチを持ってきて戻ればいいだけでしょ、めっちゃ簡単やんこのコース。はい、ということで裏面の最後にあるこのピースイッチを持っていきまして、いや多分逆走できると思うんだよな、どっかで逆走できなそうな場所あったっけ、この辺はとりあえず普通にこうやって行きまで、あ、普通にテクニックがなかなか難しいからクリア率が低い的な感じなのかな、あ、いいな、こうでいいよな、こうでいいよ、で、ここもあー、まあまあ、いや、投げた方がいいと思ったけど、いや、これでいいな、これでいいな。で、わ、いや、この後さ、上登ってますにバネ、あ、バネねえか。ここ、のこのこ出てこないんだ。え、あとはめっちゃ簡単やね。え、ほんとにクリア率 0.41% か。めちゃくちゃ楽だったぞ、今回。はい、ありがとう、センキュー。